殿は生前この部屋について何か言ってなかったか、もしくはそれらしい呪文とか。ジュルも思い出そうとしているのですが、何も思い当たることがありません。よくやった、若者よ。君に心から感謝するよ。それともさすがはエルゴの選んだ継承者だと言うべきかな。やっと心のわだかまりが解けたようだね、ジュル。お父様、一体どうして。つまり今まで我々を導いてくれていたのはウェイド殿だったのか。なるほど、道理でなんだか懐かしい感じがしたんですね。ちょいと待った、だってウェイド殿はもう。私の記憶違いだったのか。お前がこうして立ち直り頼もしい仲間ができたのを見て、私もようやく安心したよ。君に心から感謝するよ。一度目は君は力で己の器量を示した。二度目は君は優しさで己の度量を示した。お父様、ジュルはずっとお父様に会いたかった。お願いです、もうジュルを置いていかないでください。泣くな、可愛い我が子よ。お前は笑っている顔が一番綺麗だよ。夢の中でお前をいじめる奴らは私が全て追い払ってやるからな。ジュルは大人になりました。もう怖がったりしません。だからお父様、ジュルを置いていかないで。私は一度だってお前を置いていったことはないよ、ジュル。これからも私の思いは常にお前と共にある。若き伯爵よ、秘密の部屋のクリスタルには私が残したメッセージが記録されている。だが秘密を守るためクリスタルは一度しか発動しない。私に残された時間はもう残り少ない。後のことは頼んだぞ、若き伯爵殿。さらばだ、私の可愛いジュル。あまり無理はしないでくれよ。ジュルは泣きません。様はこれからもジュルと一緒にいますから。ジュルは幸せになります。ずっとずっと笑顔でいますね。ああ、きっと大丈夫だ。それに君には私や伯爵様、
みんながいる。はい。おい見ろ、あのキラキラ光っているのは何だ？あれはお父様がいつも胸元に身につけていたロケットです。娘への強い思いが死の間際に介護能力を目覚めさせ、四年体となって現れたのですね。さすがは最も伝説に近いウェイド殿だな。みんなこの形を見てみろ、なんだか見覚えがあると思わないか？これってお父様がよく話していたジュルの心。そうだったんですね。お父様はずっとジュルのことが心配で。お父様、ジュルはきっと強くなります。これを使えば扉を開けることができそうだ。皆さん、このエダンのバッジがないか部屋の中をくまなく探してください。眩しい。エルモ、そこにいるのはお前か。こんな形で会うことになってすまないな。どうやら私はお前が来るまで持たなかったようだ。時間がない。挨拶はこのくらいにしておこう。から送られてきた情報によると、ノクルスが三角湖の近くで何やら動き出しているらしい。さらにナノはこの陰謀のがクラウンシティの元老院にいることだ。数々の兆候からわかるようにはすでに堕落し、ノクルスと、もし推測通りなら奴らの目的はとの復活だ。だとしたら元老院に助けを求めるどころか、元老院にこちらの動向を知られること自体が危険だ。クラウンシティへ向かえ。三角湖にいるのは危ない。相手がどう行動に出るかわからないが、必ず若くせ。それからすでにこの絵団を軽視。彼女は信頼できる人物だ。どうかこのエダンバッジを彼女に渡してくれ。奴らはすでにこちらの計画に気づいているようだ。くれぐれも気をつけるんだぞ。達者でな、我が友よ。ウェイド殿は一体何を言っているのだ。途切れ途切れで全然わからなかったぞ。おそらく先ほどの戦いでメモリークリスタルが破損したのだろう。ですが全く意味がわからないわけでもありません。皆さんも聞いたでしょう。先ほどのメッセージの中でウェイド様は何度も同じ言葉を繰り返していました。確かクラウンシティと元老院でしたよね。
そうそう、あとナントカルスっていうのも。ノクルス、千年も昔に作られた組織です。私も古文書の中でしか見たことがなかったのですが、まさかここでその名前が出てくるなんて。もしかしてあいつもそのノクルスのメンバーなのか？十分な確証はありませんが、可能性はあります。それとキャシーという名前も聞こえたな。ウェイド殿は随分とそのものを信頼しているようだ。伯爵様、三角王のセントラルエリアから通信が入ったようだぞ。私たちも出発の準備をしよう。見つけたぞ！これがこの絵団のバッジ。これといって特別なところは何もないようだが。ければ全てよしってな。伯爵様、問題が解決したのなら私たちも急いで戻りましょう。おいおい、少しは空気を読んだらどうなんだ。大丈夫です。皆さんを領地の外までお送りしますね。名残惜しいが、私たちは急いで三角王に戻らなければならない。それほど遠い場所でもないし、時間があればまた遊びに来るからな。それにお主も暇な時はいつでも伯爵邸に遊びに来るといい。はい。伯爵様、ジュル様とメイド寮を助けてくださり本当にありがとうございました。レイド様が生きていらっしゃればきっとお喜びになったでしょうね。気にするな。三角王の人間として当然のことをしたまでだ。そうそう、私らの団実は領地の…あ、本当ですか？やっほー！その時は…ジュルさんは…はい、ジュル本会のようなことを二度と…そうかそうか、はい、よーし。ま…なん…村長？ウェイド領を救ってくれた…早くジュル様に…すみません。そうそう、森の魔女がその口ぶりだと、そういう意味。ジュル様、こいつらも、いやはや、ジュルと共。さて、もうは。ではノインの平和のため。